ました。なんとなんと今日の放送ブロック鬼ブロック1位通過した大穂選手に来てもらいました。おめでとうございます。 ありがとうございます。もうめっちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。そんなにやっぱり厳しいと思ってた？厳しかったですね。あ、そうなんね。もうその山本さんとは当たらなかったんですけど、山本信弘とは当たらず、当たらずで、はい、ひぐひぐさんと、はい、あの西谷さんと当たるんで、はい、いやーほんとよかったです。もうね、ものすごい今日調子良かったんですよ。あ、今日調子良かったの？スタッツも 37.9 ぐらいでした。あ、いいスタッツだね。いいスタッツでした。カウントアップで500しか出さない人があのですね、 TBTV で小崎さんですかね。はい、はい、小崎くん、小崎くんが1150点、1170点ね、70点出した後の社長とゼロワンしたのがブルパーして、そうで、もう二度と TBTV 行けないなと思いましたもうそれで、その後に500点出したらもうプレイヤーやめろって言われるじゃないですか。そうそうそういや本当にもう、いやでも本当すごいね、全勝でね、このメンツで勝ち上がったのやっぱ調子いいんだね。嬉しかったですね。調子いいの今？練習結構しっかりできてる感じ？いやもうそれが悪かったんですよ。あ、え、今日ひらめきました。今日ひらめいたの？今日ひらめいて今日入れられるようになるの？あなたは？あ、僕はもう常にそうですね。全くでも練習してないって俺聞いてたんだけど。いや違うんですよ。え、あのこれを練習したら良くなるなっていうのが見つからなくて。じゃあ、あ、そういう時は練習しないわけ？もうちょっと見つかるまではあんまりしないです。すごいよね。でも全く練習してないって聞いてたからどうせこれ落ちは王を確定でしょって俺は頭の中入れてたらいや、あの社長、あの応援してもらってる。いやいや応援してるんやけど、もう練習してないって聞くともう俺なんかもうなんか殺意が芽生えるわけ。違うんです。で王鵬がもう全然最近投げてないみたいですよみたいな話聞いてて、でも全然投げてなかったんでしょ？投げてないわけじゃないんですけど、やっぱりその3日に1遍ぐらいしか投げないでしょ。あ、1週間に1回、あ、でも週2ぐらいでしょ。そうそう、週1とか週2ぐらいしか投げてないから王鵬ダメですよって言ったけ、そういうの聞いとったけん、まあ、このロビンでまず一抜けは王鵬やな、一抜けじゃなくて、一落ちは王鵬やねと思っとったよね。そしたらなんか1位通過で分からん男やねと思ってさ。でも今日ひらめいたの？今日あの実は開幕戦の時良かったんですよ、うんうんうん、で鈴木浩太さんにボコボコにされたんですけど、ボコボコにね、ボコボコにされて、うん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 、その後静岡行った時に、うん、串引さんに負けたんですけど、うん、ちょっと静岡の時にはちょっと状態落ちてたんですよ、うんうんうん、でも、その開幕戦の時にものすごいいい状態のイメージがあったんで、うん、何が悪いのかなと思ってたんですけど、何が結局で今日は何を発見したの？あのですね、もともと僕こう構えた時に、うん、この矢が左斜めに向いてるんですよね、うんうん、あ、今日ね俺が思ったのは、今日一つ言わせて。じゃあそれならあのね、画面正面から見てて、この形がすごい綺麗だったの。これですか？うん、この形がすごい。なのでなんかちょっと考えが変わったのかなと思って、そこは意識してなかったの？あ、いや、それにもつながるんですけど、うん、なんかこう構えた時に、うん、まあこの社長に、あ、おお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 ちょっともう仕切り直していいですか？もう一回仕切り。僕こう左斜めに向いてます。いや、足くん同期に感じろ十分。左斜めに向いてますね、うん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 、これになんかこれに沿って投げるようにしたらよくなりました。そうやろ、はい、だけどそうなのよ、ここの形がすごい綺麗やなと思って。だけど俺ちょっとそれ放送でも言ったんやけどいやもう今のこけたので、もう全然なんかもうはい、ありがとうございました。ありがとうございました。大穂選手でした。
そして、はい、あのこれね飲みすぎじゃないですよ、なんか王鵬、はい、横着に足組んでて、こうやって、ね、こうやって、はいはいはい、ちょっとこうやってこれ足組んでるんですよ、これで、はいはい、でちょっとこうずれてこうしたらもうそのままバタンといっただけ、愚の骨頂です、愚の骨頂、愚の骨頂です。あいつがうちのロビン1位通過っても考えたくないですね。ねえ、はい、ほんとこのロビン1位通過の山本信弘選手に来てもらえます。あ、2位です、2位ですね、はい、2位ですね、あ、忘れてました、忘れてました。はい、ということで、はい、山本信弘選手、はい、今日なんか出だしちょっとなんかもぞもぞしてた感じなんです。あ、でも実はあの朝一のあのツースロー180-177で、うん、あ、今日いいんかなと思った瞬間45スタートが引きずっちゃいましたね。あ、ツースロー良かったのに、あ、その後がダメだったみたいな、緊張してんかみたいな、うん、でも2レグ目助かりましたね。え、はい、ピエールさんに似てるとか言われます？すごいホットな話題来ますやん。ホットな話題すぎますよ。そうなんですか。いや似てるとか、いやいや、ピエールさんには言われたことない、ね、言われたことないですね。ゴエモンはまあ言われたことあるみたいです。あ、ゴエモンです。あ、そうそう、ゴエモンは昔言いましたね。はい、あるみたいです。はい、僕はですね、瞬間的な思いつきで昔確かにゴエモンって言いましたけど、そうです、それをあの社長が俺に伝えてくれてなかったんで、外であのゴエモンゴエモン言われても僕ずっとハテナマークやった。あー、なんで俺ゴエモン、なんでゴエモンなんだろうと思って、言ってくれてたらもっと寄せれたのに。あー、 そうなんですよね、そういうことね。いや、本当に僕はですね、思いつきで、はい、思いつきでポンと言うから、はい、もうその瞬間で終わりなんですよ話は。いや、でもあのやっぱ影響力ある方なんで、うん、本人には伝えてほしかったなって。わかりました。次回から、うん、もう少しあのクオリティ僕も上げていけたかなと、うん、でも絶対剥げないよね。あ、そうなん、白髪がちょっとすごいんですか、ね、白髪増えてきたね。そうなんですよ。俺どういうこと、俺白髪もすごいんやけどさ、はい、鼻毛まで白髪になってきたんやけど、なんでてっぺんだけ剥げたのかなと思ってね。いや、多分ですけど、うん、やっぱりあの男性ホルモンが強い方は、うん、てっぺんがいくって噂らしい。ああ、そうですね、確かに強いです、もう強いですね、男性ホルモンの塊。男性ホルモンが歩いてるとか、この間霊能力者から言われました。そういえば霊能力者から、はい、そう、間違いないですね、そうすると信頼信頼できます、できますね。あなたは男性ホルモンが歩いてるような人だわって言われて、そうなんですねみたいな。何の話なんでしょう。すいませんね、はい、どうもすいません、すいません、どうもすいません、はい、はい、ということでですね、今日は中盤からこう戻ってきた感じで、いや、もうちょっとダーツ入る入らんより、まあこのロビンなんで、うんうん、1レグでも多く取ろうみたいなイメージに変えて、それが良かったんですね。はい、それが良かったです。あのなんか自分のダーツしようってちょっとあのうぬぼれてたんですよね、うん、自分のダーツしても勝てるかわからんのに、だからちょっと一個一個取ろうと思ったら結果ポンポンポンって取れていったみたいな。あ、そうなんや、ね、雰囲気慣れたんで。でも本当になんか最近、今年最近ですよね、去年の後半ぐらいからちょっとずつ、あ、そうですね、ダーツ自体は、はい、ダーツ自体は、それでまあちょっとあの半年ぐらいダーツ悪くないんで、うんうんうん、ちょっと天狗になってたんでしょうね、うん、何の結果も残してないのに。そろそろ山本信弘カムバックみたいなとこ、あ、そうですね、そうだね、あ、雰囲気にじんできてますけどね。あ、それはちょっと嬉しいですね、うん、なんかちょっと雰囲気ありますよね。やっぱそのね、11年間ずっと見てきてる、うん、なんかちょっとずつ、うん、ちょっとずつそのなんか来るのかな。でもちょっとなんかまだ勝負どころのねところがちょっとね。そうなんですよ、あ、勝負どころって分かった上でやらかしてるんで、やらかしつつ、これも勝負どころと思わなきゃいいんですよね。そうそう、あれがね、思う時点でもうぬぼれなんですよ、ここが勝負じゃないと。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、そうそうそう、とりあえずここさ、うん、俺外してみようって言って残に投げてみた。それは無理です。え、それは無理です、それは無理なんですけど、まあ気持ち的にね、うん、ちゃんと1ラウンド1ラウンドこう、まあオーバーされたオーバー仕返しとか、うん、まあチャンスがあればカットいくみたいなイメージ持てばいいんですけど、ちょっとな、先見ちゃってる感じが、そう、なんちゃってでベテラン感出しちゃってる中堅選手みたいになってるんですよ今ね。ああ、そっか。そうなんです。まだ、いや、例えば浅田誠吾が40待ち、はい、で、山本信弘が、はい、52、はい、を20アレンジ、はい、あ、トップアレンジしないよね、残にアレンジだね。僕残にアレンジ、20アレンジして次の残に、はい、あ、これ一回外そっかと思ったら、よし、狙うの予想って言ってピッて投げてみてよ。入りますかね。入る。ちょっと狙わない。 もしその場面が来たら、うん、一回俺がまあそのちょっと狙わない時に、うんうん、一回あの
合図します。あ、カメラ見てね、やってみるよ、狙わんよって言ってカメラ見て、これは、これは TV が言ったよっていうだけ。やってやってもし入ったら、もし入ったらもうね、今からの尊敬、尊敬して、尊敬して、尊敬して、心の中で狙わないやつ、狙わない、もう、残忍ね、もうこれ残忍だけど、はいはいはい、これ俺わざと、うん、うちに5ビット、ね、5ビットうちに外そうって。もうそれシングルど真ん中ぐらいの。シングルもうダブル寄りのシングル寄りに外そうって投げてみて。入りますか。入ります。でも社長それ多分俺のことを分かってくれてるから、左ずれるからちょっと打ち打ったら入るって計算入ってないですか。一回、いやそうよ、一回もううちの5ビットぐらいのところちょっともうこれはこれ入れたら俺後でテキーラ一気しようと思って投げて。了解する了解する。と入るか。はい。じゃあちょっと合図して、その場面が来た朝聖子と4レグ目入れたら勝ちの状態で、そう朝聖子が40待ちで僕は52の時ですね、うん、了解です。50アレンジからの頑張って52作ります、はい、50に作って、はい、アレンジからの残にうちにちょっと抜いてみよう、ね、了解です、了解です。本当にうちに行った時の俺だってさ、だって最近さ全部外を外して負けてんじゃん。あ、そうなんですよ、最近全部外じゃん。あのやっぱり同じ場所そこまで見て言ってるからね俺ねそうなんですよ、うちに入ったら場所変わるから。そうそうそう、ね、そう、ね、なんかいつも外外して負けてるから、トップもそうだし、はい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 、だからうち外してみようって言って投げてみてよ。うち外してみよう、うん、そしたら俺入ると思うんだけど。ちょっとじゃあちょっと投げてみて。でもほぼ外外して負けてるでしょ。あ、もう10年間外外してます。いやいやいや、前はちゃんと決めてたからそんな古い話覚えてくれてる。覚えてます覚えてます、うん、で最近の話もよく、最近の試合もよく覚えてる。ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。頑張ります。さあ今日の山田信弘には地元ここらですね。地元ここらですね、はい、期待持てますよ。はい、超地元なんで行っちゃってください。はい、頑張ります。よし、山田信弘選手でした。笑い大爆笑だ。今日はねもう大変なことをやりました。はい、そしてはい、そして劇的な予選、地獄からの生還、生還して、まだ決まってないんですよ。ええ、まだ決まってないです。なんでなんで今何、今22プラ1、3位の。あ、22プラ1なら大丈夫と思う、はい、いやでもえ結構えあとまだ確定はしてないです、ね、確定に近いところにはいるの。ちょっとポジション見せて、ポジション。あと2人ぐらいですね、3位ポジション。これでさ予選落ちだったらさ、うん、あ、なんかさ、なんかピエロだねあんだけ盛り上げてね。そう、ピエロになっちゃう。まあやっぱりあの山本プロとねやってた時に、うん、ちょっと20シングルが、うん、もう60残りで待ってたんですよ、うん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 、で1本目がまさかの20取りに入って、うん、っていうところから始まって、そこから、まあ、前半全然良くなかったですね、うん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 、ちょっと待って、これはです、ね、そう、いやでもスタッツが、はい、あ、でも新井選手が33なのか、はい、だからまあちょっとなんともね、まあ、あと3勝の選手が入ってくる、まあ、あと22プラ2とかもあるんで。予選の佳境はどんな感じなんだろう。あ、そっか、プラ2がまた入ってくる可能性があるよね。可能性があるんでちょっとまだ確定してないですけどね。いや大丈夫と思う、これは、うん、これはね、あの僕はそんな感じがするだといいですけどね、うん、はい、そうそうそう。いや予選落ちまだしてないの。予選通過18人だよね。18人ですね、はい、18だからまだ大丈夫なんですけど、うん、どんな人が来るか分かんないので、暫定12位なんで、まあいけるかなっていう感じですけどね。ちょっとドキドキな感じな、はい、もうね、まあ、まずあの2週連続でね、うんうん、そうそう、朝から皆さんに見ていただいて、うん、ティトボスにもここに呼んでいただいて前回も呼んだ。前回も忘れてるんですか。前回呼んだっけ。前回僕呼ばれたのにほとんど、俺最終戦で、いやいやそれだって最終戦で自分が、はい、一礼してジャパンに移籍かって俺が言った瞬間に大騒ぎになって、ここ来てもらって移籍しませんって言ったっきり話した記憶がない。あ、いや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 、それだって先週はだって僕呼ばれたのにほぼほぼあの福永さん全部喋ってましたから、ね、マジで僕ほぼコメントしなかったですから、ね、そんな失礼なんだ、はい、ゲスト呼んで呼んだのにコメントさせないような本当に司会者がいるわけ、この世に。そうですね、この世の中にこのパーフェクトに、すいませんどうもすいませんどうも、
いやでも本当に今日はね、あの僕ではそれよりも2本落としてから、はい、あれからのやっぱガッツはさすがだなと思ったけど、さすがゆうゆうだと思った。入ってくれてよかったっすね。ね、うん、でなんであんだけさ、あのアクシデントがあったらトーンエイティ来るのに、はい、なんで普段トーンエイティ来ないの？あれはなどういう心理状況？いやいやもうこの野郎と思って、いやだから毎日この野郎と思ってればいいじゃない。いや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 、まあそうですね、うん、疲れるっすねそういうの、ね、あ疲れるんだ。いやでもさ、うん、ポテンシャルってでもそういうことでしょ。いやだから、なんかだから今日は、うん、まあそのね、バーストしたやつもそうですけど、いや伸び最初から悪くなかったんですよ、うんうんうん、で悪くなかったんですけど、なんかちょっと変なやつが出るなっていうところで集中しきれなくて、そういうことね。でもうなんかこうね、尻尾に火がついて、あそこでねトンパチトンパチっていけて、結果的にいけたので良かったですけど。いやいやでも、うん、だからああいうダーツができるっていうのはヒューギーのポテンシャルなんだから、はい、もうああいう状態を自分でさ追求するさ、うん、あことを課題にしたら俺は絶対すごい選手になると思うんだけど、うん、いやもっともっと、まあ、本当に、まあ、そこら辺やっぱ課題ですね。そうですね。あと、うん、なんだ、何刺さらないダーツが多かったのは多分別に変えたわけじゃなくて、ちょっとしたそのなんか弱気だったりとか、うん、あ3本弾かれたんでね、ちょっとつらかったっすね。いやあれ 2連続だったよね。2連続で弾かれて、2連続で弾かれた時は、うん、ひょっとしたら機械のご飯のとちょっと思ったけど、うん、でもまあ今日ほとんど出てなかったし、まあ普段ねそういうことがほぼないんで、うん、だからまあ普段通りじゃないんだなって思いはしましたけどね。あ、社長選手そうだ、眉毛言ってたね、眉毛、あ眉毛、あそうなんですね、ちょっとやめてその顔気持ち悪いからひどい。はい、ということで、はい、樋口選手、はい、今日はね、まだちょっと確定にはなってないのね、通過確定にはではないですね。まあまあこれからドキドキしながら、はい、ビビりながら、はい、そわそわしながら、とりあえず昼寝しますね。はい、昼寝してください、はい、もう何してもしょうがないんで。はい、樋口プロでした。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。